はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ロシア外相、軍事作戦の対象拡大を明言。ロシアのラブロフ外相はウクライナに対するロシアの軍事作戦の対象について、当初のウクライナ東部だけでなく南部などの地域にも拡大していくと明言しました。ラブロフ外相は20日、ロシア軍が作戦を行う地域について、ドネツクとルハンシクにはもはやとどまらないとして、南部のヘルソン州など他の地域にも順次広げていくと述べました。作戦拡大の理由として、アメリカが高機動ロケット砲システムハイマースをウクライナに供与したことを挙げています。また欧米諸国がウクライナに対し射程が長距離の兵器をさらに供与した場合、ロシア軍の作戦範囲もさらに拡大されると警告しました。ロシア側はこれまで軍事作戦の目標としてウクライナ東部の解放を掲げてきましたが、今回のラブロフ氏の発言は攻撃の対象をウクライナ全土に広げると公言した形です。プーチン大統領は2月の侵攻開始時の演説で、我々の計画にはウクライナの領土を占領することは含まれていないと述べていた。軍事作戦の主目的をドンバス2州に住むロシア系住民の保護と説明してきたプーチン政権の高官が、この2州以外の最終的な支配を目標としていると明言したのは初めて。このように報道されております。ロシアプーチン政権は今回のウクライナ侵攻に関しまして、プーチン政権はこれを一方的に特別軍事作戦と主張しているわけですけれども、そのいわゆるロシアプーチン政権側が主張する特別軍事作戦の主目的をドンバス2州に住むロシア系住民の保護としてきました。しかし今回このロシアのラブロフ外相の発言は、このロシアプーチン政権の大義名分というものをプーチン政権自らが否定してしまった、あるいは壊してしまったように見えます。つまりプーチン政権が一方的に主張しているいわゆる特別軍事作戦と言われるものは、大義も正義もないウクライナ侵略行為であるということをロシアプーチン政権自らが結果的に述べてしまったように聞こえると思います。さらには今回のラブロフ外相の発言は、プーチン大統領が2月の侵攻開始時の演説で、我々の計画にはウクライナの領土を占領することは含まれていないと述べていたことをロシア自らが否定し、プーチン政権が主張する特別軍事作戦というものは大義も正義もないウクライナ侵略行為であるということをプーチン政権自らが公言し、世界に向けて発信してしまった、そのように見えると思います。いずれにいたしましても、ロシアプーチン政権によります大義も正義もないウクライナ侵攻は決して許されません。最も重要なことは、一日も早くウクライナに平和を取り戻す、そのことが最重要であります。ただ振り返ってまいりますと、プーチン政権はこの大義も正義もないウクライナ侵攻を開始していた頃はですね、ウクライナの首都キーウの制圧、ウクライナ東部の制圧、そして南部までを制圧するために戦線を拡大し、結果失敗し、その後今ウクライナ東部にロシア軍の戦力を集中しているという経緯があったと思います。つまりプーチン政権の主張するいわゆる特別軍事作戦というのは、その作戦が非常にずさんであったということは周知の事実であると思います。こうした中、再度ロシア軍がウクライナ東部だけでなくウクライナ南部、そしてウクライナ全土に戦線拡大をするということになりますと、さらに疲弊するのはロシア側であるということを身をもって体感するのはプーチン政権だと思います。それは次のようなニュースからも見えてくると思います。ロシア兵3万8000人死亡か、ウクライナ国防省が推定。ウクライナのレズニコフ国防省は19日、同国に侵攻したロシア軍兵士の死者数は推定3万8000人だと述べた。アメリカシンクタンク大西洋評議会のオンラインイベントで語った。ロシア軍の総兵力は推定90万人。アメリカ政府は2月24日の侵攻開始前にウクライナ周辺に展開していた兵力は15万人以上と分析していた。このように報道されております。でですね、ウクライナのキーウをめぐる攻防戦の後、イギリスの国防省は4月25日ロシア軍側の戦死者は約1万5000人に上るという見方を示しておりました。その後、皆さんもご存知のようにウクライナ東部をめぐりまして激戦があったわけですが、そうした経緯を考えてまいりますと、今回ウクライナ側が発表したロシア軍兵士の死者数は推定3万8000人ぐらいに上るのではないかという、こうした数字はある種ですね、妥当性があるようにも見えてくると思います。ロシア軍は当初、この大義も正義もないウクライナ侵攻を開始した当初、ロシア軍最大で約19万人、予備役約6万人、
傭兵約2万人、親ロ派民兵約4万人、チェチェン兵はですね、約5000人から、まあ、1万人弱なのではないかというふうに見られていると思いますが、まあ、それら数字合わせて全部で約30万人近くいたと考えられています。で、一般論といたしまして、戦場における負傷者は戦死者の約2倍から3倍存在するのではないかということを考えますと、ロシア軍は現状約11万4000人前後から約15万2000人前後ぐらいが戦線離脱している可能性があるということになります。つまりこの計算で考えますと、ロシア軍は投入兵力約30万人の半数近くが戦闘不能もしくは戦線離脱している可能性があるということだと思います。こうした中、ロシア軍がさらに兵員を補充したとしても、このですね、失った兵力を補充できるほど志願兵などが集まっていないというのが実情ではないかと思います。こうなってまいりますと、ロシア軍は部隊の維持ができるのかどうか、そういうレベルに直面している可能性もあるのではないかと思います。こうなってまいりますと、当面ロシア軍としては当面大規模な作戦遂行というのは、まあ、難しい情勢なのではないかと思われまして、ある種現状の戦線を維持するというのがロシア軍として精一杯というところかもしれません。ただ今後、ウクライナ軍のハイマースなどによります長距離砲によりまして、ロシア軍の兵站拠点、武器保管場所、司令所などロシア軍の降下地目標をウクライナ軍が効率的に攻略してくる可能性というのは高まっておりまして、そうなりますとロシア軍はさらに損耗する可能性があると思います。そうなってまいりますと、今後ロシア軍の現場の士気というものはより低下する可能性も高いと思います。今後ロシア軍は予備役の追加投入や、一部報道によりますと囚人を軍に雇用する方向ということも報道されておりますが、これはですね、ロシア軍の質がどんどん落ちていく、こうしたことを示唆していると思います。ですので、こうなってまいりますと、ウクライナ東部をめぐる戦線というのは膠着ということが予想される可能性がありますし、ウクライナ南部における戦線というのはロシア軍は防御一辺倒になっていく可能性が高まっているのではないかと思います。そうした中、今後ウクライナ軍は南部ヘルソン市の奪還を加速させていく可能性が高まっていると思われます。ウクライナ軍南部奪還へ攻勢か、ロシア軍の重要施設を破壊と発表。ロシア軍が侵攻するウクライナで南部のロシア軍支配地域をめぐる攻防に注目が集まっている。ウクライナ軍は20日、 SNS 上でヘルソン州にあるロシア軍の重要設備を破壊したと発表。同州の州都と対岸を結ぶロシア軍にとって戦略上重要な橋に対しても2日連続で攻撃した模様だ。ロシア軍が支配拡大を目指す東部で攻勢をかける一方、ウクライナ軍は南部奪還に向けて布石を打ち始めている。ウクライナ軍が破壊したと発表したのは、ヘルソン州の黒海沿いに配備されたロシア軍の移動式レーダー設備。ウクライナ軍はロシア軍が持ち込んだロシア製の最新式地対空ミサイルシステム S-400 や1世代前の S-300 を構成する設備だとしている。またロシア国営ノーボスチ通信は20日に、ロシア軍が支配する州都ヘルソンでドニプロ川の大橋がミサイル攻撃を受けたと伝えた。19日も同じ橋にミサイルが着弾し、黒煙が立ち上るのが確認された。地元の親ロシア派は20日の攻撃はウクライナ軍がアメリカから提供を受けた高機動ロケット砲システムハイマースによるものだとしている。タス通信は20日、行政当局者の話として橋は損傷が激しく通行止めとなる可能性が高いと報じた。イギリス国防省は20日に発表した分析で、橋はロシア軍が補給路などに使う渡河地点の一つで、橋をめぐる攻防は戦況を左右する重要な要素になるとの見方を示した。ウクライナ軍は6月25日にハイマースが前線に投入された映像を公開。7月14日までに南部にあるロシア軍の弾薬庫や検問所をハイマースなどで相次いで攻撃した。このように報道されております。さらにウクライナ南部においては、ウクライナ側のパルチザン活動も強まっております。ザポリージャ州にあるザポリージャ原子力発電所をめぐり動きがあった模様です。次のような報道と ISW の報告があります。ロシア軍が欧州最大級の原発を軍事基地化か、兵器搬入を要求。ウクライナの原子力企業エネルゴアトムは20日、ロシア軍が欧州最大級のザポリージャ原子力発電所の施設内に兵器を隠すことを要求してきたことを SNS で明らかにした。同原発は3月上旬からロシア軍に支配されている。ウクライナのパルチザンは7月19日、ザポリージャ州のザポリージャ原子力発電所でロシア占領軍を攻撃した。ウクライナレジスタンスセンターは、パルチザン攻撃が9人のロシア軍人員を負傷させ、
不特定多数が戦死したと報告した。ロシアの支援を受けたザポリージャ州占領局長のウラジミール・ロゴフ氏は、ウクライナのパルチザンはザポリージャ原子力発電所に損傷を与える危険性が非常に高い、神風ドローンでザポリージャ原子力発電所を攻撃したと主張した。もしこれが本当の場合、今回のドローン攻撃は ISW がこれまでに観察した中で最も洗練されたウクライナのパルチザンによる攻撃になります。地理的位置に示された映像は硫酸弾の痕跡を示していますが、ザポリージャ原子力発電所の原子炉から300メートル離れた場所に損傷の証拠はありません。他方、この映像はロシア占領当局の反ウクライナ宣伝とさらなるパニックを扇動するために上演された可能性もあります。このように報道されております。ですので、ザポリージャ原子力発電所にウクライナのパルチザンの活動が攻撃を加えたことが本当であるとしますと、今後このザポリージャ原子力発電所をめぐるロシア軍側とウクライナのパルチザン活動の情勢というのは注視していくということも重要であると思います。さらにこうした情勢か、ロシア軍の最新鋭空軍機に異変が起きている可能性があります。ロシアの防空部隊は対ウクライナにおける最も高性能な戦闘機を撃ち落とした。一つ問題があるとすれば、それはロシアの新型 SU-34 スホーイ 34M 戦闘爆撃機だったことだ。7月17日にロシア占領下にあるウクライナ東部のアルチェフスク市で起きた撃墜の動画から確認されたところ、その機体は登録番号 RF95890 の SU-34M であり、これまでに最近スホーイ社がロシア空軍に10機ほど納入した SU-34M のうちの1機だ。ロシア政府は2020年5月国有会社の統一航空機製造会社のスホーイ部門と2027年までに S7-34M76機を年間8機から14機のペースで製造する契約を結んだ。価格は1機約5000万ドル、約69億円だ。76機の SU-34 は2個連隊が装備するのに十分であり、最初の SU-34M 部隊となる第277爆撃機航空連隊は今年初旬に編成された。ロシア国営メディアは第277連隊の一部をウクライナ近郊に投入したことを確認した。超音速の SU-34 はマルチモードレーダーおよびひび縫い航空機電子対抗策システムを備えている。約4000万ドルのこの戦闘機はアメリカ空軍の F-15E とほぼ同等だ。新しい SU-34 は SU-34M のアップグレード版で、3種類のセンサーを備える新しい偵察ポットのための専用インターフェースを持っている。これだけの高度な技術でもロシア軍が誤って SU-34M を撃墜することを防げなかった。 RF95890 はロシアがウクライナ侵攻を拡大した2月23日以降、軍が失った11機目の SU-34 だ。これはスホーイがこれまでに製造した全ての SU-34 シリーズのほぼ10分の1にあたる。 SU-34 はロシア空軍を変えるために生まれ、 SU-34M はそれ以上に変えるはずだった。最新鋭の戦闘機は敵味方識別装置IFF と呼ばれる特殊な無線ビーコンを備えており、味方防空軍の存在を知らせる。しかし IFF は必ずしも正しく機能しない。アルチェフスクで何の間違いが起きたのかははっきり分かっていない。問題は機械的なものかもしれないし、 IFF システムの誤動作かもしれない、あるいは人間の操作ミスだったかもしれない。いずれにせよ、何かあるいは誰かが失敗し、また1機最新で最高の SU-34 が墜落した。このように報道されております。こうした中、ウクライナ軍へアメリカ軍から戦闘機が供与される可能性が高まっているように見えます。アメリカと同盟国、ウクライナ空軍の訓練の可能性を協議。アメリカと同盟国はウクライナ空軍の戦闘機パイロットの訓練を行う可能性を検討し始めた。空軍の刷新に向けた長期的取り組みの一環、アメリカ空軍参謀総長のチャールズ・ブラウン空軍大将がロイターに明らかにした。2月下旬に侵攻を開始したロシア軍に対し、ウクライナ軍は米欧から供与された対空兵器で応戦し、ロシアの制空権確保を阻んでいる。ウクライナはまたアメリカ製戦闘機を調達して操縦法を習得し、ミグといったロシア、旧ソ連製戦闘機依存から脱却したい意向だ。ブラウン氏はアメリカ軍内、同盟国との協議が行われていることを認めた。ただスケジュールやウクライナに供与するのに適した戦闘機のタイプなど具体的な内容には踏み込まなかった。またウクライナで操縦訓練を行う場合は、戦争の状況、操縦士の戦闘任務を解いて長期の訓練を受けさせることが可能かといった問題を考慮しなければならないと述べた。その上で、旧ソ連製戦闘機から西側戦闘機に切り替えた経験を持つ北大西洋条約機構
NATO の加盟国が参考になると述べた。このように報道されております。そしてアメリカ政府はさらにハイマースを4機追加供与すると表明しています。アメリカ政府は8日、すでにハイマース4機の追加供与を決定しており、この時点でハイマースの供与は計12機となっていました。ですので今回の追加供与ということを受けまして、ハイマースは全部で計16機ということになると思います。さらにハイマースの攻撃力の2倍を有する M270 もウクライナに届いているとされます。ウクライナ軍にはアメリカから6発連射の多連装ロケット発射機ハイマースを、イギリスから同じシステムだがハイマースの2倍の12発連射の M270 を合計50機以上、アメリカ、フランス、ドイツから 155mm 榴弾砲を250門以上供与されることになっている。このように報道されております。こうした情勢の中、ロシアのラブロフ外相が述べているように、ロシア軍が再度ウクライナ東部に集中する作戦ということではなく、攻撃の対象をウクライナ全土に広げるというのはロシア軍の現状の損耗、そしてウクライナ軍へのアメリカからの支援、西側諸国からの支援、そうしたことを見てまいりますと現実的ではないように見えます。ですのでこうしたロシアプーチン政権の現状の対応というのを見てまいりますと、どこかですね、ロシアプーチン政権はその政権の発言といいますか発信していることが揺れているように見えまして、自己矛盾を起こしているように見えます。ロシアプーチン政権はウクライナ情勢をめぐりまして、その政権が揺れ始めているように見えます。いずれにいたしましても、ウクライナの平和、国際社会の平和を守ることが最重要でありまして、そのためにも西側諸国は今後もさらに一致団結していくということが重要であると思います。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。